法科学とは、司法の分脈における科学および毒性学の応用である。法科学者は、犯罪現場で発見される未確認の物質を特定するための調査分析の支援を行う。この分野の専門家は、物質を識別するための幅広い科学的な手法を利用し、様々な機器を取り揃えている。具体的には、高速液体クロマトグラフィー、 ガスクロマトグラフィー質量分析、原子球光分析、フーリエ変換赤外分光分析、白層クロマトグラフィーといったものである。このように多くの種類が必要とされるのは、それぞれ中には破壊的な性質を持つものもあり、物質によって分析方法も異なるからである。一般的には、最初は非破壊的方法で分析し、最終的には、どの、 破壊的方法がベストな結果をもたらすか検討を行う。法科学者は他の法科学専門家と同様に調査結果に関する専門家証人または鑑定証人として法廷で証言を行う。また、法科学分野では警察によって押収された薬物の分析に関する科学ワーキンググループ行政機関 などによって出されている一連の基準に準拠するもので、ガイドラインとして公開されている、標準的な運用手順スタンダードオペレーティング、プロシージャーに加えて、個別に、品質保証や、品質管理に関する独自の基準を有するところもある。法科学の処分屋において、頭につけられる、フォレンジックは、ラテン語の、フォレンシスつまり、フォーラムのに由来している。ローマ帝国時代、 基礎とは、ローマ市街の中心にある、フォロロマーノで聴衆を前に訴状を公開することであった。被告と原告は共に、自らの主張を行い、より良い主張をしてより広く受け入れられた者が、裁判において、判決を下すことができた。この起源は、現代における、フォレンジックという語の二つの用法のもとになっている。一つ目は、法的に有効なという意味。 そして二つ目が公開発表のという意味である。これが現代の裁判において陪審員の前に証拠をつまびらかにして判断を下してもらうということにつながっている。日本では古くは明治時代の東京帝国大学で衛生裁判科学という講座が存在した。その後裁判科学という講座名になり平成8年には従来の講座を 学問領域を考慮して再編成し大講座制に移行したことに伴い講座名としては消滅した。こういった由来から一部の論文では法科学とッコ付けで表記される場合がある。科学者たちはオクラホマシティの爆破事件現場でアンフォを特定した。法科学者の分析は現場における警察の推測に対しそれを 科学的な方法で裏付け、または反証することにより、その操作を支援するものである。また、現場で発見された様々な物質を識別することによって、操作の方向性を定めることも可能となる。火災調査では、ガソリンや灯油といった促進剤が使用されたかどうかを分析し、意図的な放火かどうかの重要な手がかりとする。さらに、使用された物質から、 それを扱うことのできる容疑者のリストを作成することも可能である。例えば、爆発物の調査では、RDX や C-4 が特定されればそれは、軍用の爆発物であるため、軍事関係の容疑者を示唆している。もし TNT であれば、軍だけでなく、解体業者などでも使用されているため、より幅広い容疑者リストが作成されることになる。また、 薬物、またはアルコールの中毒に関する調査では、アルコールなどの過量摂取なのか、特定の毒や薬物が検出されれば、誰に何を聴取すればよいのか、といったことも明らかになる。ストリキニーネのボトルはかつて薬局で簡単に入手できた歴史を通して、ヒソ、ベラドンナ、ストリキニーネ、クラーレといった様々な毒物が殺人に用いられてきた。 19世紀初頭になるまでは、これらの毒素を正確に検出したりする方法はなく、多くの犯行が発覚することもなく、その罪も罰せられることはなかった。この分野における最初の主な貢献は、イギリスの科学者、ジェームズ・マーシュによってもたらされた。1836年、彼は、ヒ素検出のためのマーシュテストを開発し、その後、 殺人事件の裁判で証拠として採用された。放毒物学が独自の分野として認識されるようになったのもこの頃のことであった。毒物学の父として知られるマシュ・オルフィラは19世紀初頭にこの分野で大きな進歩を成し遂げている。法化学的顕微鏡の活用における先駆者であるオルフィラは血液と精液の検出の進歩に貢献した。彼は また、様々な化学物質を腐食性物質、麻薬、修練剤などのカテゴリーに分類した最初の科学者でもあった。1850年には人由来組織のアルカロイドを検出するための有効な方法が科学者、ジャン・セルジュス・スタスによって開発されたことで毒の検出における次の進歩が起きた。スタスの方法は裁判においてすぐに採択され、法廷で ヒッポリテビザートでボカームに有罪判決を下すために成功裏に利用された。その後、スタスのプロトコルはカフェイン、キニーネ、モルヒネ、ストリキニーネ、アトロピン、アヘンの検査を組み入れるように変更されている。法科学的な科学分析のための多くの機器もこの時期に開発されるようになった。19世紀初頭には ヨゼフ・フォン・フラウンホーファーによる文工器が発明された。1859年には科学者ロバート・ブンゼンと物理学者グスタフ・キルヒホフはフラウンホーファーの発明をさらに拡張した。文工法は特定の波長の光にさらされると特定の物質は独特のスペクトルを作り出す現象を利用している。1906年に植物学者のミハイル・ツベットは 白層クロマトグラフィーの前身であるペーパークロマトグラフィーを発明し、それを用いてクロロフィルを構成する植物タンパク質の分離に成功している。混合物を個々の成分に分離することで既存の製品のデータと比較して未つの材料を調べることができるようになった GCMS ユニットマイナスガスクロマトグラフと質量分析系現代の法科学者は 犯罪現場で見つかる物質を特定するために様々な手段を利用している。20世紀は科学者が少量の物質をより正確に検出することを可能にする多くの技術が開発され、この分野は多くの進歩を見た。劇的な進歩は1930年代の赤外線で生成された信号を測定することができる文献系の発明である。 1949年には、ピーター・フェルゲットが IR 分光系との干渉系を結合し、完全な赤外線スペクトルを一度に測定することができるようになった。彼はまた、フーリエ変換を使用し、赤外線分析から受け取った、膨大な量のデータを解析する手法となった。それ以来、フーリエ変換赤外分光法機器は、 非破壊的で極めて高速なため、物質の放化学分析において重要なものとなってきた。1955年にアラン・オルシュによる原子急行分光高度計の発明は、分光分析をさらに進歩させ、サンプルを構成する元素とその濃度を検出が可能となり、ヒ素やカドミウムなどの重金属を簡単に検出できるようになった。クロマトグラフィーは、 沸点の近い揮発性液体混合物の分離を可能にする1953年のアンソニー・ T ・ジェームズ及びアーチャー・マーティンによるガスクロマトグラフの発明により大きな発展を遂げた。不揮発性の液体混合物は液体クロマトグラフィーで分離することはできたが1970年のチャバ・ホーバスによる高速液体クロマトグラフィーが発明されるまで 同様の保持時間を有する物質を分離することはできなかった。現代の高速液体クロマトグラフィー機器は濃度が1兆分の1という低い濃度の物質を検出及び分離することができるようになっている。法科学における重要で大きな進歩は1955年にフレッド・マクラファティ及びローランド・ゴルケによるガスクロマトグラフィー質量分析の発明によってもたらされた。 ガスクロマトグラフと質量分析系との連携は、広範囲の物質の同定を可能にした。GCMS 分析は、その能力と感度及び多様性のために、放化学分析のためのゴールドスタンダードと広く考えられている。機器の感度が向上し、化合物の微量の不純物を検出し、製造時点からの特定のバッチやロットまで追跡することを可能になる場合もある。 法科学者は現場で発見される未知の物質を特定するために多数の機器に頼っている。どの方法が裁量かを決定するのは同じ物質を同定するために異なる方法を使用することができるため研究者次第である。機器選択で考慮されるのは分析にかかる時間の長さとその破壊的な性質である。一般的には 追加分析のために証拠を保存するため、最初は、非破壊的な方法を使用することが好まれる。波数に対するパーセント透過率を示すヘキサ算の ATR フタースペクトル法科学で使用される分光法は、フターと AA 分光法である。フターは、物質を識別するために、赤外線を使用する非破壊的な手法である。 非破壊性と準備段階の関連さという特徴のため ATR2 分析は最初のステップとなることが多いエクセドリン錠剤の HPLC を見取り左からアセトアミノフェン、アスピリン、カフェイン分工法はサンプルが純粋であるかまたは一般的な混合物であるときに役立つものであるが未知の混合物が検出された場合 個々の成分に分解されなければならない。そういったケースでは、クロマトグラフィーを使用し、混合物を分解し、各成分を別々に分析することが可能になる。ガスクロマトグラフィーは、液体クロマトグラフィーと同様の機能を持つが、揮発性混合物の分析に使用される。放課学において、最も一般的な GC はそれらの検出器として、質量分析を使用する。 GCMS は放火、中毒、爆発の調査に使用され、使用されたものを正確に特定する。特定の薬物が人体に及ぼす影響を正確に判断するために、放毒物学者は、様々なレベルの体制と、医薬品の治療指数を認識している必要がある。放毒物学者は、体内で見つかった毒素が原因であったのか、あるいは、 それが効果を発揮するほどのものではなかったのかを判断することが役目となる。多数の物質が死因となり得るため、毒素の決定は時間のかかるものの、いくつかのヒントによって、実際に何が起きたのかという可能性を絞り込むことができる。例えば、一酸化炭素中毒では血液が真っ赤になるが、硫化水素による中毒死は脳が緑色の色合いとなる。 毒物学者はまた、薬が体内で分解される、際の様々な代謝物質をもとに物質を同定する。例えば、ヘロインの分解によってだけ生じる六モノアセチルモルヒネの存在によって、ヘロインしたことを確認することができる。種樹の規制機関や当局によって基準が定められており、ザインターナショナルサイエンティフィックワーキンググループフォーザ、 アナリシス・オブ・シーズのド,ドラッグスという国際的な作業部会も各カテゴリーに分けてそれぞれの試験される材料の品質保証と品質管理のためのガイドラインを勧告として発表している。法科学者が法廷において証言をするための標準化された手順はスウェグドラッグだけでなく科学者を雇用する様々な機関によって提供されている。一般的に 法科学者は、中立的な形で証言を提示し、新しい情報が見つかった場合には、その陳述を再検討することに寛容であるべきことが、倫理的に義務付けられている。また、直接、または反対尋問の質問に関わらず、証言は、法科学の領域に限定するべき、ともされている。証言を求められた、法科学者は、 素人が理解できるような方法で科学的情報とプロセスを伝達できなければならない。専門家としての資格を得ることで科学者は事実を述べるだけではなく証拠について意見を述べることができる。これは対立する反対側によって雇われた専門家から競合する意見が述べられる可能性も意味する。法科学者のための倫理的ガイドラインでは専門家は 客観的な形で証言をすることが求められている。法科学者は、自然科学、または、物理科学、並びに実験科学全般、有機科学及び、分析科学において学士号、またはそれに類似するものを必要とする。ありがとうございます。